東カリフォルニアはアメリカ合衆国カリフォルニア州の東側に位置する地域である。シエラネーバダ山脈役町部の東にある帯状の地域、あるいはカリフォルニア州の東側にある軍の並びを指して使われる。東カリフォルニア地域の大半はカリフォルニア州の一般的な概念は当てはまらず、オレゴン州南東部やネバダ州北西部の文化に対する関連が強い。 他国の周辺を除いては人口が稀であり、アメリカ合衆国西部の他地域に似て、政治的には保守的な傾向にある。しかし、南カリフォルニアのサンバーナーディーノ軍やリバーサイド軍はロサンゼルス大都市圏に属し、またエルドラド軍、プレイサー軍及びネバダ軍はサクラメント大都市圏にも属しているので、文化的にはそれぞれの都市圏に影響されている。 東カリフォルニアは歴史的にネバダ州との結びつきが強く、二つの州の境については何度か論争が行われてきた。脱線軍のスーザンビルに近い地域の住民は1856年にカリフォルニア州から分離する動きを行った。最初はナタクアン州に属することを宣言し、続いてネバダ州への併合を求めた。 カリフォルニア州とネバダ州は1863年にスーザンビルの領有について論争を行った。ネバダ州オーロラの街は一時的にカリフォルニア州モノ軍とネバダ州、エスメラルダ軍双方の軍長所在地になっていた。最終的に1872年に行われた測量によって両州の境が確定した。東カリフォルニアに属する軍とその軍長所在地は 下表の通りである。配列は北から南に並べてある。東カリフォルニアは一般にシエラネバダ山脈やトランスバース山脈の雨陰にあるので、その気候は極端に乾燥し、砂漠気候にあると見ることができる。北、アメリカで最も暑く最も標高の低い地点が東カリフォルニアのデスバレーにある。北のオレゴン宗教からサンバーナーディの軍のビクタービルまで、 アメリカ国道395号線が谷間を抜けて繋いでいる。実質的には大半が近くの水平方向への伸びによって形成されベースンレンジ地質区に属し地類と地高が連なっている。この地域では火山活動もある。ありがとうございます。